3、2、1。アトリエスバルガーディーザーできてない。もう一回やろう。これ合ってなかったな。アトリエスバルガーディー。待って、声バレてた。声バレてた。めっちゃ下手。平行に来て星になるわけないもん。そうか。ちゃんとね、形がね。せーの。ガチーン。開けてます。というわけでですね、みんな見てますか？ね、このホームビデオはですね、お父さんお母さん元気？やるな、ホームビデオするな。突っ込んでますけども、このビデオはですね、ビデオっていうかな、動画は家にいる皆さんにまあ一緒に僕たちと工作しませんかっていうビデオですね。スバルでいろいろやってますけど、ただお家にはこう画用紙とかあるかなないかな、コピー用紙とかある難しいかもしれない、チラシとかもないかもしれません。ということでですね、スバルオープンはしてますんで、なんか材料足りなかったら全然取りに来てくれていいです。まあそのなので一緒に、まあ、安全に過ごすことを第一で、僕らがなんかこのほぼ毎日できるだけ笑顔を忘れてんで笑顔を忘れた中で上げる動画と一緒にですね、皆さんも画面の前でやってくれて、でしかもそれをなんか写真で LINE アットとかなんか送ってくれたらやり取りできるしっていう感じやね、とりあえず。はい、うん、で、まあ、現状、クラスは非開校ということですので、これがね本当に難しいところでですね、スバルとしても大変決めがたかったんですけど、まずは非開校で今後もう1日とか2日とかもう1週間の単位でコロコロちょっとまあ情勢も変わるという、情勢っていうかな、状況も変わるからスバルとしてもこう、逐一お知らせは回していこうと思いますので、とりあえず第1弾 YouTube ということでお願いします、ということでですね、僕らは一応ね芸大で一緒でしてね、芸大で一緒やった時の同級生です。だからかれこれ何年やろ、もう10年はいい、18歳ぐらいかな。あ、18歳からってことか。そうやな。8年ぐらい。うん。8年ぐらい。だから、今8歳の人はね、みんな僕らが出会った時に生まれたということをまあ誇りに思ってもらえるような。どういう誇り？それ。あ、ご覧の通り桜君はツッコミ専門の人、専門ではないですね。いろいろツッコミ。インスタグラムの毎日中川なんかも好評でですね、中川のファンが全国に3人いるんじゃないか。少ない。この音をかんでお一人誰か。で、スバルで写真撮ってるんですけど、休みの時はこのあやきが。今日の天崎ということでね。時々天崎出てきます。お疲れ天崎。お疲れ天崎ちょっと滑ってたんで。滑って何倍。ということですね。この動画多分面白くはないと思います。頑張るけども、まあみんなと一緒にまあ時間を共有というかまあ一緒に過ごすということで撮っていきたいと思います。はい。以上。チャンネル。じゃあ待って3月2日。からスタートです。いいですか？いいですか？はい。はい。いいですか？はい。中川君いいんですか？はい。という程度の笑いの聞こえたので。そうですね。はい。会員数も60人子供たちねいったので、みんなと一緒にまあね3月も元気よく過ごしたいと思います。以上。